こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヴィーナスステップ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。アロハース、前に行きそうです。ファンシーノエル、それに続いています。さらにはヴィーナスステップ、3番ハーバークラフティ、その後ろもう一度先頭から。先手を取ったのはアロハース。7番サイレンス鈴鹿、2番手を追走。内からはヴィーナスステップ、セントラルヴィーナス、そのうちに続いています。その後ろにハーバークラフティ、その外からクリスタルテンダー、その隣にアマングメン、パワーフェニックス、すぐ後ろピンクの帽子サーガバレー、その後ろコンサートサウンド、そのうちに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。ヴィーナスステップ先手を取りました。これに続いてファンシーノエル、赤の帽子セントラルヴィーナス、その後ろ好位置をキープしています。サイレンス鈴鹿、アマングメン、それに続いています。黒の帽子ハーバークラフティ、その後ろここでアロハース、先頭に変わりました。アロハース、後続を引き離す。2番手はヴィーナスステップ、サイレンス鈴鹿、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアロハース。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アロハース、先頭差はほとんどない。2番手はサイレンス鈴鹿、先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿、先頭あと 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。残り 100m、 サイレンス鈴鹿ここまでか。ファントレセレブル差し切った。ファントレセレブル1着、ファントレセレブル1着、2着にはどうやらサイレンス鈴鹿、勝ったのはファントレセレブル、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は菅野王子、残り 200m、 先頭は菅野王子、残り 100m、 クロスエリート、先頭バラードタワー、クロスエリート、クロスエリート、クロスエリート、1着、2着にはどうやらバラードタワー、勝ったのはクロスエリート、バラードタワー2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。
さあ最後は大外枠のキングオブダイヤ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはマジックマン、フィシナタリー。この馬も好スタートを切りました。フィシナタリー、この辺りも前へ行きます。マジックマン、これに続きます。内からはカネツクロス、ジェニュイン、そのうちに続いています。その外にツクバシンフォニー、大気マーシャル、そのうちに続いています。オレンジの帽子、堂島無敵、その後ろ東海太郎、そのうちに続いています。すぐ後ろにキングオブダイヤ、バブルガムフェロー、後ろからその隣に名将テゾロ、ファイナルブリザード、すぐ後ろしんがりから東証オリオン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。ここでカネツクロス先頭に変わりました。2番手は藤野真剣王、ジェニュイン、3番手バブルガムフェロー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。カネツクロス先頭、差はほとんどない。2番手はつくばシンフォニー、先頭を捉えるか。さあバブルガムフェロー一気に来た。あと 200m、 先頭はつくばシンフォニー。石のサンデー必死に追いすがります。石のサンデー追いすがります。バブルガムフェロー、もう一伸び。バブルガムフェロー、バブルガムフェロー、1着、2着にはどうやらつくばシンフォニー、バブルガムフェロー、見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇。アジアマイル王の座につきました。また一頭名馬の誕生です。